皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。なんと、ミスター・チルドレンが30周年記念でベストアルバムを出すというお知らせが来たんですけど、なんとですね、CD でまだ売るんですか？アホなんですか？バカなんですか？もう本当ひどすぎる。ファン無視のミスチルの運営、何やってるんだということで、もう本当信じられないです。何をやってるんだと。CD、バカじゃないのっていうか、いつの時代だよと、本当にミスチルの運営がクソだなという話です。で、これ CD とかですね、映像 DVD って言うんですけど、今皆さんの生活知らないんですか？ CD や DVD を聴けるものなんてないんですよ。いや、私は割とパソコンも、デスクトップもあれば、ノートパソコンもあれば、Windows もあれば、Mac もあれば、割とデジタル機器いっぱい持ってる方です。だけども CD や DVD なんて今聞けるもんなんてないですよ。使わないですもん。いつ CD なんて使えます？ DVD なんてもう見ないですよね。ミスチルは大好きで CD も DVD も全部ありましたけれども、全部もう売り払いましたからね。いや、YouTube で見ればいいじゃないですか。サブスクで見ればいいじゃないですか。環境問題とか言ってたミスチルさんはどこに行ったんですかと、いまだに CD や DVD 売って、AP バンクとかやってるんですかっていう話で、もうむちゃくちゃすぎます。っていうか、ファン無視すぎます。で、挙句の果てにですね、30周年にもかかわらずですよ、作った YouTube はですね、なんと10ヶ月前から更新してないと。で、なんかオフィシャル Twitter だとか言って、そんな作ってるんですけど、結局、ろくに更新されず、いや、今、音楽だったら YouTube の時代でしょと、別に新曲を YouTube に出さなくてもいいですけど、いや、せめて30周年だったら、この YouTube のオフィシャルチャンネルに30周年記念みたいなものをね、ちょっと出すとか、桜井さんのメッセージ一言でも出すとか、そういうことを全くしないで CD 売るって、もう本当にね、アホすぎます。何やってるんだという話です。ということで、力を入れるべき YouTuber は10ヶ月前から更新しないでベスト版の CD を売ってる。何をやってるんだということで、私はミスチル音楽は本当に素晴らしいと思います。メンバーも本当に素晴らしいと思います。でも音楽が素晴らしいことと、メンバーが素晴らしいことと、運営が素晴らしいこととはちゃんと切り分けて考えないと。ミスチルの音楽が素晴らしいのに届ける方法が間違ってたら、もうせっかくの音楽が伝わらないじゃないですか。もう本当にね、CD 売るとか DVD 売るとか、もう本当にファン無視もひどすぎますっていうか、多くの人に音楽を届ける気はないんですかということで、あまりにもミスチルの運営がひどすぎる。何度も言いますけど、私はミスチル大好きです。でも大好きだからといって、やってることを全肯定して、こういう批判をしないっていうのは本当のファンではないと思います。もう本当にミスチル何年も前から運営ひどすぎるんですけれども、もういい加減 CD や DVD 売るのはやめて、ちゃんと YouTube に力入れてくださいよ。サブスクに力入れてくださいよ。ちゃんと時代に合わせて素晴らしい音楽を多くの人に届ける努力をしていただきたいなと思います。